石油コークス石油コークスとは石油生成の最終残差として残る炭素分の多い個体で一般にコークスと呼ばれる燃料の一つである。英語では省略してペットコークとも言う。石油コークスはクラッキングにより石油中の調査炭化水素を分解して炭腐り炭化水素にした後の残りにあたる。別の言い方をすると石油生成における 高沸点止め分を単化したものと言える。石油コークスはカナダ産またはベネズエラ産のオイルサンドから抽出した微中面から合成石油を生成する際の副産物として生産される。石油生成において蒸留プロセスでガスや軽質油を抽出した残りの残滓油は熱分解処理にかけられる。熱分解で得られた軽質油と重油を取り除いた残りが 石油コークスとなる。減圧残災油熱分解装置の概略フローズ。残災油は左下の矢印のところから供給され、ポンプで主分解糖に送られる。熱分解残差は主分解糖の底に溜まる。熱分解残差は頭中央の2列のコークドラムに送られ、水蒸気とともに高温、高圧化で最終熱分解にかけられる。石油コークスは、溶分や、 金属分が多い燃料グレードと、それらが少ない溶極グレードに分類される。熱分解装置から出てきたコークスをグリーンコークスという。グリーンコークスをロータリーキルンで過小し、わずかに残った炭化水素を除去した後、初毛の形状を物性になるよう焼き固めて、溶極グレードの石油コークスを得る。これは、電気炉用電極としてアルミニウムセールニや製鉄に利用される。 石油コークスは炭素分90%以上で燃焼させた時のエネルギー源単位で比較すると石炭よりも5から10%ほどに酸化炭素排出量が多くなる。また単位重量あたりでは石炭よりも30から80%ほどに酸化炭素排出量が多い。エネルギー源単位における石炭と 石油コークスの二酸化炭素排出量の差は、元水量と気発炭化水素分によって変わってくる。例えば、元水量が多ければ、水の蒸発熱の分だけ、エネルギー減単位あたりの二酸化炭素排出量が増え、気発炭化水素分が多ければ、水素の燃焼熱が寄与する分だけ、エネルギー減単位あたりの二酸化炭素排出量は減る。石油コークスは、ニードルコークス、ハニカムコークス、 スポンジコークス、ショットコークスの4種に大別される。これらは、創業条件や原料の差によって生じる微細構造の違いによって分けられる。特に海分や揮発成分に顕著な違いが現れる。ニードルコークスは、ハリジョーコークスとも呼ばれ、結晶性が高く電気炉用電極の原料として、徴用される。例えば、アルミニウムの精錬では、 溶融時を電解が行われ、その際に用いられる炭素電極の原料として石油コークスが用いられることがある。酸化アルミニウムを溶融時を電解すると、溶極側の炭素電極は酸素と加合して二酸化炭素や1酸化炭素となるために消耗が激しく交換が必要である。このように電気炉溶電極は消耗品なので工業的価値が高い。 ニードルコークスは流動接触分解装置に積出する石油コークスやコールタールピッチから製造される。ハニカムコークスは均一に分布した楕円形の細工を有し、ニードルコークスよりも熱膨張係数や導電率が低いことが特徴である。燃料グレードのコークスはスポンジコークスやショットコークスに分類される。石油生成の副産物としての石油コークスの 生産には100年以上の歴史があるが、スポンジコークスやショットコークスの生成機構は未だによくわかっておらず、どちらが生成されるか正確に予測することもできない。一般に低温、高圧でスポンジコークスが生成されると言われている。また、ヘプタンに不要な成分の量と熱分解装置に投入する際の形質分の割合も影響する。石油コークスは高熱量。 低解分であるため、発電用石炭粉ボイラの燃料に適しているが、一方で、黄分が多く揮発分が少ないため、環境面や技術面で問題が生じる。その燃焼熱は約8000であり、平均的な発電用炭の2倍もの値である。石油コークスを燃料とする場合は、湿式脱流法の一つであるスノックス法を用いて、硫黄を回収するのが一般的である。 流動床ボイラを使用するのも一般的である。ガスカラーを用いてガス化することも広く行われるようになりつつある。過粧石油コークスは石油コークスを過粧したものである。CPC はアルミニウム、鉄、チタンの精錬において電気炉の溶極材として利用される。溶極材の原料とするグリーンコークスは不純物として含まれる金属分が 十分少なくなければならない。金属分が少ないグリーンコークスだけが、陽極グレードコークスと呼ばれる。金属分が多いグリーンコークスは過小せず、燃料グレードコークスとして、工業炉の燃料に使われる。脱流は、石油コークスの市場価値を高めるだけでなく、硫黄酸化物の排出低減という環境面の理由からも望ましいものである。そのため、 様々な脱流法が提案されている。その多くは、石油コークスの表面、または空港に存在する無機溶を脱離させ、有機溶を方向属炭化水素骨格に結合させて除去するものである。石油脱流技術は以下のように分類されている。溶媒抽出化学処理熱、脱流装置酸化雰囲気での脱流溶ガス雰囲気中での 脱流炭化水素雰囲気中での脱流水素化脱流2011年時点で商業的な石油コークス脱流法はない。石油コークスはほぼ純粋な炭素であるため燃やした場合には二酸化炭素の発生源となる。石油コークスは石油生成所近くの集積所に貯蔵されることがある。例えば二千十三年にコークカーボンがデトロイト川近くに所有していた集積所には 2012年11月からアルバータ州のオイルサンドを原料にビチューメンの生成を開始したマラソン石油の製油所で生産された石油コークスが集められていた。2013年時点でカナダには大規模な石油コークス集積所が存在し中国やメキシコはカリフォルニア州から輸出される石油コークスを燃料として輸入していた。ビルコークが所有するオックス帽車は 石油コークスの主要ディーラーの一つで2013年には1100万トンを取り扱っていた。AP 通信は2017年にはアメリカから輸出される石油コークスの1、4がインド向けだったと報じた。その量は2016年には800万トンで2010年比で20倍以上に上っていた。インドの環境汚染規制当局がニューデリー近郊で使用されていた。 輸入品の石油コークスを調べたところ、硫黄含油量が規制値の17倍以上に上ることが判明した。国際開示機関は船舶による海洋汚染を防止するため、マルポール条約を採択し、2020年以降は0.1%以上の養分を含む燃料油を船舶で使用してはならないことを定めている。残災油のうち約38%は主に重油として、 船舶で使用されており、石油コークスは残左右を熱分解して形質油を得る際の副産物として生じている。残左右が白用燃料として使用されなくなればその分は熱分解により形質油を得るのに回されるので石油コークスの有用性は今後高まると予想されている。石油コークスはそのまま廃棄すると硫黄分や 酸化水素が溶出するなど環境面で問題となることからメタン合成プラントで合成天然ガスの原料として利用されることもある。石油コークスに含まれる硫岩分は脱流装置で小石灰と反応させれば有化物の石膏として回収できる。石油コークスは微細粉塵の発生源となることがある。微細粉塵は人体の空気ろ過機構をすり抜けて肺に蓄積するため、 深刻な健康被害をもたらしうるただし、石油コークス自体は低毒性であり、今のところ発がん性を立証できる十分な根拠はない。石油コークスには有害なバナジウムが含まれる場合がある。バナジウムはデトロイト川沿いにある石油コークス保管所で採取された粉塵からも検出されており、EPA によるとバナジウムは1立方メートルあたり0.8。 マイクログラムという、ごくわずかな量であっても、毒性を示す。EPA の複数の研究によると、石油コークスは人体に健康被害をもたらす。可能性は低く、発言性や成長阻害、生殖毒性は見られなかった。動物実験で、長期的に反復して吸入させると呼吸器に、粉塵粒子による炎症が見られたが、これは石油コークスに特異的なものではない。 ありがとうございます。